天野さん、今回メッセージありがとうございます。いや、すごい動画のセンス良くなりましたね。まあ細かいところまだまだあるんですけども、今回みたいにその何いつもと違う部屋だから暗いと、だから解説まで暗くならないようにやっていきますみたいなね、ちょっとユニークなユーモアが入ってるところとかすごくいいじゃないですか。それからね、結果的に相場の解説がうまくいったから高い評価をしてるってわけではないんですよ。こういうテンポとこの分かりやすさっていうのによくねたどり着いたなと思うんですよ。今まで私もねいろいろと指摘をさせていただきましたし、それにめげずに天野さんもね私の方にもう食らいついてきたということで、これで一定のレベルまでいったんではないかなと思うんですよ。本当あとはね企画の勝負と、あとはちゃんと数を出していくことですよね。もうこれからねチャンネル登録者数を狙っていきましょう。ですからタイトルをもうちょっとねえげつなくしてもそれは大丈夫です。ここからタイトルえげつなく、要するに釣りのタイトルとかをつけて、釣りって言ったらちょっと身も蓋もないんですけども、まあそういう言葉しかないんでね使いますけども、要するにね爆速で利益上がったみたいな感じで書いといて、まあ解説をするとかね、今日みたいなピップスが結構取れた時とかね、20とか30が取れた時は爆速確実利益みたいな、確実って言ったら良くないんですけども、まあ、ちょっとねこう、あこれは見とかないとなみたいなね、サムネイルの、サムネイル、タイトルにして、サムネイルももう今回は見といてくださいみたいなね、サムネイルにした方がいいと思うんですよ。サムネイルバシッと勢いがあるやつね、ちょっと見本というか例を出しますので、それを参考にちょっと作ってもらったらと思います。まだまだサムネイルも工夫の仕様があって、これからはサムネイルとタイトル、企画、この3つ、要するにねただ動画を作るっていうのからも脱却しましたんで、この3つ動画の入れ物を良くすることによってもっともっとファンは作れます。それから FX っていうのはまあ、ネタをバラすとですね、解説があってようが間違ってようがこれはアクセスが取れるんですよ。なぜかっていうとね、 FX の例えば天野さんが相場解説しますよね。その相場解説がためになるなと思った人が視聴するんですよ。ためにならないなと思うレベルの高い人は来ないんですよ。だからこの原理を使っていけばね、どんどん自信を持って企画を作っていくと、天野さんの動画を見てる人ってのはもっともっと天野さんの動画を好きになるんですよ。で最終的には相場っていうのは絶対その通りにはならないっていうことがありますんで、それをたまにお話しすると説得力も増すかなっていうふうなね形でございます。天野さんの相場解説、FX の上昇を目指すそのための動画にははっきり言ってなってないと思いますけども、本当に初心者の人がこれから始めようかなっていう人にはものすごくね柔らかい解説になってると思いますので、よろしいんではないかなと思います。あとはたまにねチャート分析だけじゃなくて、天野さんが FX について語るみたいな、こういうふうな取って出しの動画も作ると緩急がついていいんではないかなと思いますんで、例えば相場のないね土曜日とか日曜日とかに、今日は FX をなぜ私がやるかについて語ってみようと思いますみたいな動画を作ってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、これからはね企画でいきましょう。企画とタイトル、サムネイル、この3つのレベルに入ってきました。いよいよです。ありがとうございます。